夢ラジオ第1720回、今日は令和元年5月5日日曜日です。時刻は午後9時、横浜港北、日曜の夜です。10連休、明日で終わりですね。まだ1日ありますよ。リスナーの皆さん、お天気の良い日曜日でしたが、どうお過ごしでしたか？私は今日も別に普段通りお仕事で、さっきまでオンラインの授業、宮崎の男子が英語習いに来てましたね。それも終わって夢ラジオの放送です。今回は遼という国を取り上げます。遼、高校世界史では出てきますね。契丹人が作った国、契丹族、まあどっちで呼んでもいいですね。4世紀頃、鮮卑っていたんですよ。で、その鮮卑って人たちと大体系統は一緒って言われますね。契丹は中国の北部、あるいは東北部、後に満州と呼ばれるところで、鮮卑族活躍したのは4世紀頃で、だからこの契丹族もその頃からこの辺りに活躍した。で、鮮卑と契丹の明確な区分けはできません。が、鮮卑というのはなんとなくどっかにいなくなっちゃって、まあ同化されちゃったんですね、肝心に。で、契丹人として登場したのが10世紀ですよ。で、登場したって言っても遼という国を作ったんですね、中国の東北部で。で、後の満州のような国、渤海を滅ぼしてるんですよ。渤海って国があったでしょう。7世紀の終わりからこの満州の辺りに。で、渤海っていう国を滅ぼして、そして契丹人が遼という国を建てた。で、今回のテーマはこの遼。契丹の遼というふうにしときましょうか、タイトルは。契丹の遼。まあ、契丹人が作った国が遼ですよと。10世紀ですね。900何年でしたっけ？まあ、10世紀の初め頃に、10世紀の初め頃、920何年でしたかに、遼という国ができた、ヤリツ・アボキ。すごい人ですね、ヤリツ・アボキ。渤海を滅ぼして、ここに国を建て、そして当時、
中国では。唐の滅亡後、唐の滅亡が紅にも言うだから907年ですね。その後、高陵、高唐、高秦、高漢、高周、これは世界史選択肢は言えるようにしといてね。高陵、高唐、高秦、高漢、高周、それの2番目、高秦っていう国の時、中国はですよ、この陵が燕雲十六州っていうのを取っちゃったんですよ。で、この燕雲十六州ってのは今の北京あたりのところで、昔にも燕っていう国があったでしょう。始皇帝が統一する前に燕っていう国が7つほど国があって、北京のあたりですよ、今の。ですからこの辺りを燕と呼ぶんですね。で、この燕雲十六州を高唐の時、陵が取っちゃって、だから長城よりも南に陵が入ってきてた。まあ、これが大きかったわけですね、陵にとっては。で、高陵、高唐、高唐という国の時とさっきお話しましたが、高唐の赤鶏等という人がリーダーでした。赤鶏等、これは宋慶受けるなら、出ますよ。赤鶏等は赤鶏等高唐のね、2番目ですよ。その時、赤鶏等というリーダーから、今回のテーマ「陵」という国が燕雲十六州を取っちゃったんですね。で、その東北部だけなら頂上の北で問題ないんだけど、頂上の南にまでもう来ちゃってると。で、高陵、高唐、高秦、高漢、高周のあと、張教員という人が宋という国を建てるんですね。宋という国を。で、この張教員っていうのはもう文治主義、武力ダメ、もう平和がいい、そしてこっちが武力持たなければ向こうも攻めてこない。本当かな。量がそんな、そうほっとくわけなくて、カツアゲに来たわけですね。なんか出せや。で、満州のあたりって、不毛の土地でしょう。冬は凍土っていうか、北朝鮮もね、何にもないんですよ、あの辺。まあ、話変わるけど、よくそんなとこに日本人出て行きましたね、満州国作って。どういうつもりであんなとこ行って、カッチンカッチンの凍土にくわ入れたんでしょうね。死ぬ思いでした、死ぬ思いだったでしょう、満蒙開拓団の人たち。で、しまいにはね、ソ連に攻め込まれてむちゃくちゃみたいな、何にもいいことがなかった、あんなとこ出て行っても。まあ、それはともかく、まあ、そんな場所なので、北朝鮮も満州も。南の豊かな宋からなんか出せや。おで、宋は「ははー」って言って絹とか銀とかを毎年送りました、年末に。どうぞ。ただし対面がありますから、宋が兄、亮が弟、こういう形にして、兄が弟の面倒を見るというふうにしてください。物もらえるんですから、そんな対面どうでもいいですよ、寮にしたら。これがまた
1000円の銘ってやつでね、年号は1004年ですよ。1004年、1000円の銘。11世紀の初め。だからまあ、平和憲法みたいなことやってると、こう、カツアゲされるってこと。恫喝されるというか、貧しいところにね、なんか、現代もそうかななんて思いませんか。で、この梁っていう国、この宋という国からの、これは肝心の国ね、貢ぎ物もあって、割と長く続きました。200年ぐらい続いたので、1125年でしたか。1125年ぐらいまで、この辺りまで、つまり200年続いて、女真族の金、ワン・ヤン・アグダ。これもすごい名前。さっきのヤリツァボキもすごいけど、このワンヤンアグナはもっとすごいっていうか、この漢字でなんでこんな漢字当てんのかなみたいなね。に滅ぼされた。しかも金はね、亮がやってたあのカツアゲですよね。うちもやらせてくれって言って、南宋に持ちかけたという、なんかもうグダグダですね、この時の。宋という国はね、北宋南宋というふうに分けたりもしますが、まあ面倒くさいのでもう宋と言っておきましょう。グダグダの国でした。北方民族から脅される文治主義の成れの果てはこれですね。亮が金に滅ぼされたと思ったら、今度は金もカツアゲしに来た。さて、ここで亮という国が滅亡はせずに、その一部がずっと中央アジアの方に移動していって、で、もともと北方民族ですから場所にはこだわらないでしょ。ですから中央アジアで、サーマン朝、カラハン朝ってあったじゃないですか。あの後になんとこの亮がここに国建てるんですよ。カラハン朝の後に、中央アジアで西凌、西に行ったから西凌。ところが、中央アジアにもともといた人たちからは、これは迷惑な話で、なんだこの変な、北から来たやつ、東から来たやつですね。なんかキッタンっていうらしいと。キッタンが民族名で、亮っていうのは国の名前でしたね。から来たいってあだ名つけましたね。からは黒いって意味で、黒キッタン。黒キッタン、から来たい。悪口だったんですよ、この名前は。清涼ってやつです。ヤリツ大石という人がこの時の清涼の建国者だから、涼をね、10世紀の初め頃に建てたのはヤリツアボキで、清涼を12世紀ですね、12世紀に建てたのがヤリツ大石。どっちもヤリツさん。この亮という国は文字残してますね。キッタン文字ですから、ぼんやりとこの亮という国、あるいはキッタン人についても、記録がある、字残してるわけですから、中身読めばわかる。漢字っぽいんですけど、でも漢字じゃないっていう、なんかすごい字なんですね、この汚い文字。なんかじーっと見ちゃいますね、あの文字ね。世界史の図説買えば、必ずこの汚い文字が印刷されてると思います。
もともといた戦費とか、その前の郷土とか、こういう人たちは文字がないから分かんないんですね。ところが契丹人は漢字を取り入れた、まあ奇妙なと言っときましょうか、その文字があるのでなんとなく分かる。いろんな宝物も出土しているようで、ですからまあこういった宝物も作れる。ただそれはさっきの宋からの富の収奪によるもの、大きかったでしょう。漁が200年続いたのは宋からの贈り物あったから、年末のね。で、縁運十六州を漁が持っていて、その縁運十六州を返してやる代わりに贈り物だから、高騰の時にこの縁の地域を自分のものにしていた意義は漁にとっては大きかった。それでその後ずっとお歳暮が来たわけですから。宝物が出るとは言いましたが、まあそれとその程度で、文字があるとは言っても文化栄えたという話聞かず、北方民族は基本的に騎馬民族で、文化作らない、歴史作らない。契丹も200年続いたとはいえ、まあ、やりつあぼきの名前と、さっきの千円の銘と、そして西陵に移っていった屋立大石ぐらいですね、高校世界史で習うのは。夢ラジオ1720回、今回は「契丹の漁」、こんなタイトルでお話しました。日曜の夜更けつつあります。